現在の時間はモスクワ時間で4日の午前7時を回ったところです。大統領派と見られます装甲車がですね、何台ありますか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 台ですね、ホワイトハウスの正面玄関、最後のビルの正面玄関に並んで、今待機しています。そして向かって正面から見まして左側の方、激しい銃撃戦が繰り広げられています。かなり激しい銃撃戦が始まっています。今、最後にビルの前の橋の上に立っておりますけれども、杖を入れろと言って、ここから退去させます。ここにいると危ないからということでしょうか。とりあえず今、この橋の下に戻ります。かなりですね、最後にビルを舞台にしました大統領派と議会派になります対決は、ここに来て緊迫していました。今日でもですね、かなり激しい移住戦が繰り広げられています。昨日のスタンジルテレビとは違いまして、ついに最高会議、議会派の取り手になっておりますが、この建物を舞台にした銃撃戦が繰り広げられています。銃を持った市民などが私たちの周りを取り囲みながら、ここでは危ないから下がれということです。また聞こえました。そして最高会議ビルの正面から向かって左側の奥になります。Come on.
圧がすごいです。体が吹き飛ぶような。白い旗でしょうか、白い旗を持ってかなりの市民が最後会議ビルの正面玄関から出てきました。